の排他的経済水域2500万平方キロメートルに及び世界最大となっている共通漁業政策とは欧州連合の漁業政策英語のコモンフィッシャースポリシーから cfp と略される共通漁業政策では様々な市場介入によって漁業を進行しているほか加盟国ごとの魚の種類ごとの漁獲制限量を設定している。 2014年から2020年までの7年間に共通漁業政策に対して EU から約65億ユーロの予算が当てられる計画であるが、これは予算全体のおよそ0.65%を占めている。2009年12月に発行したリスボン条約では、共通漁業政策の内海洋生物資源の維持に関するものが EU に与えられる排他的権限の一つとして明記された一方、 漁業政策は、加盟国と欧州連合との間で権限を共有するものとされた。共通漁業政策に関する重要な規則は、加盟国の漁業担当閣僚による漁業理事会と欧州議会とによって制定される。共通漁業政策は、e、EU 全体の水産資源の管理のために設定されたものである。ローマ条約第38条では漁業についての 共通政策がなされるべきであると謳われている。漁業は EU の経済活動としては比較的小規模である。漁業から発生する域内総生産の被体は EU 全体の1%に満たないものである。しかしながら EU 全体で見ると漁業及び養殖業にフルタイムで従事しているものは約17万人に及ぶとともに代償を合わせて 約8万3000の漁船を有している。2009年には約637万トンの魚介類を水揚げしているが、これは世界第5位である。また2010年には約174万トンが域きに輸出されており、一方で約534万トンの魚介類が輸入されている。EU の水産物貿易における赤字額は、 約14億ユーロとなっている。スコットランドのフレイザーブラやピーターヘッドのように、漁業が全雇用の40%を占めている地域も存在する。漁業以外に従事する労働がないという地域の振興策として EU の資金を漁業に投下しているという側面もある。魚介類、水産加工品市場は近年変化してきている。魚介類の主要な買い手はスーパーマーケットで安定した。 供給量が見込まれる。鮮魚の売上額は加工しているが、水産加工品や調理済み食品の需要は伸びてきている。しかしながら、水産加工業の雇用は下落しており、EU で消費される魚介類の60%が生きがいからの輸入となっている。これは鮮魚を世界中で運ぶ技術が向上したということも一つの理由となっている。 EU の水産業の競争力は過剰設備と漁獲量の不足が影響を与えている。養殖業は世界の食料生産において最も成長が著しい分野である。2008年には世界の水産物供給の37%が養殖によってなされるに至った。EU で養殖されているのは主にマス、サケ、ムール貝やカキで、この他にもシーバス、タイ、 砂ひらめといったものも養殖されている。EU で養殖支援が開始されたのは1971年のことで内陸での養殖を対象にしていたが、1970年代後半には他の養殖分野にも対象が広げられた。EU の支援は陸上設備に対しても行われたが、大きな巨場に養殖場が作られたことで技術面や環境面での問題が生じた。 水産養殖産業は養殖魚の需要が不透明であることに頭を悩ませている。共通漁業政策には4つの要素がある。共通漁業政策では種類ごとの漁獲量制限を設定している加盟国は従来の漁獲可能量の比率をもとに制限量を割り当てられる。このことは制度が定められた後に EU に加盟した国が従来の漁獲可能量を失うということになるとして、 論争のもととなっている。漁獲可能量は毎年12月に欧州連合理事会において設定される。この時、理事会は欧州委員会が漁業科学技術経済委員会に諮ったり EU 非加盟の漁業国や国際海洋探査委員会の見解に基づいて作成された案を検討する。また各加盟国は自国の制限量が守られているか取り締まることが義務。 続けられている。その他加盟国間で別の制度を用いて種類ごとの漁獲量を分配していることもある。指定された魚介類の制限量が個別の漁船ごとに設定され、漁獲量と水揚げ量を記録することが義務付けられている。また漁で使われる道具の種類についても制限が課されている。さらに種の個体数の回復のために漁場ごとに禁漁期間が設けられることもある。 水揚げする魚は、基準で定められた大きさ以上のものでなければならない。このため法令で水揚げが認められない、小さな魚は、死んでいるにもかかわらず海に投棄されるということが起こることになるため、網の目の大きさについても、小さな魚が逃げられ、その種の個体数が戻るように基準が設けられている。しかし、制御の大きさは種類によって違うものであり、 違う網を使っていかなければならないため、網の目の大きさを選ぶということが難しくなる。1977年、水産加工業を振興するための支援計画が採択された。計画の対象となった加工には解体、塩蔵、乾燥、燻製、調理、冷凍、缶詰などがある。この計画では漁業を間接的に支援するということが、起とされていた。 また水産加工業界に新技術の導入や衛生状態の向上といったもののほか、水産加工工場の転用のための資金援助といったことも狙われていた。加盟国には漁船団の規模目標が設定されている。漁船や設備の近代化支援に資金を投じるほか、漁船団の規模削減のために漁業従事者に保証金を支払って廃業させることもある。 また過剰に漁獲されていなかったり、一般にはあまり知られていない魚の種類の消費を促すような広報活動を行うための資金も使われる。さらに、製品の品質向上や漁獲制限を管理するために、水産業に対して助成金を交付している。EU の漁船の数は8万8千層に及び、世界で2番目に多い。また、漁獲量も毎年600万トンに上る。 EU 域内には160以上の生産者団体が設立されている。これらは漁業従事者や養殖業者による任意団体で水産製品の販売支援のために設立されたものである。加入者は EU 域内の国籍や所在地ではなく一定数の漁船を所有しており EU の各式規則を遵守することが条件となる。生産者団体には市場の需要に応じた 漁獲量計画をまとめることが求められる。また団体では同じ地域で漁を実施する非加入者に対して加入者と同じ規則に従うよう求めている。生産者団体は生産物が欧州連合理事会で設定された価格水準を下回った場合、市場から引き上げさせるということが認められており、また EU から保証金を受け取ることができる。保証金の額については、 対象となる魚介類の流通量が増えたことで価格が下落した分に設定される。この他にも引き上げた魚介類を一旦貯蔵し、しばらくしてから市場に再び戻したり、家畜の資料として販売することができる。買い上げが行われるのは偶発的に余剰が発生した時に限られる。なお、 マグロ漁については買い上げ制度が策定されていないが、漁師の所得が下落した場合は直接保証金を受け取ることができる。1976年になると世界では漁業水域を海岸から200帰りまでとするという主張が広がり、そのため EU の域外における漁業権が縮小した。 EU では自らとの貿易権を見返りとして、漁業水域を取り戻そうと交渉を重ねていく。現在では、対外貿易について、世界貿易機関の規定の一つである関税及び貿易に関する一般協定の枠組みの中で協議が行われている。EU はアフリカの漁業関係者の生活に影響を与えている。一部のアフリカの国とのいわゆる 第三国協定を協議することによって EU はアフリカの漁業従事者を時には時期通りに市場の外へ追いやっている。このような状況は EU の諸政策の負の部分であり第三国との対応について改善が必要であることを表している。バルト海における漁業についてはかつて存在していた国際バルト海。 漁業委員会において管理されており、EU もこれに加わっていた。地中海におけるほとんどの漁業の操業は、了解とされる基線から12海里以内の水域に制限されている。EU は、地中海漁業一般委員会や、地中海のマグロ類についても、対象としている、大西洋マグロ類保存国際委員会に、加わっている。1994年には、 保存に関する規制が導入されて、特定品種の魚介類の量が禁止され、1997年にはマグロ類の捕獲量制限が設定されている。共通漁業政策の執行は加盟国政府によってなされるが、加盟国が自国内における様々な規定の執行を確保するために EU による検査が実施されることがある。また加盟国は、 漁船が EU 域外において操業している際も EU の取り決めを遵守させる義務を負っている。さらに EU 規則では加盟国間で異なっている違反行為に対する罰則の調整もなされている。執行には割り当てられた漁獲制限量の管理や種の保存のための技術的な措置を実施することも関わってくる。検査官は使用される釣り具や漁獲状況の記録、 漁獲の方法などを調べ、漁船ごとに割り当てられた漁獲制限量を超えていないかということも確かめる。検査は港や海上で実施され、時には空中写真が使われることもある。また検査は水産加工工場でも実施され、使用されるすべての水産物が文書で記録されているか、またその供給元を追跡できるかを確かめる。 さらに EU の検査官は EU へ輸出している。国の衛生状態や加工に関する規定が EU の管理基準を満たしているかということも調査している。このほか加盟国の漁船団の規模が多年度指導計画に従ったものであるかということ調査される。漁業は従来欧州の漁指導保障基金から拒出されてきたが、その後1993年に漁業指導基金が分離。 設立される。1994年から1999年までフィフグに充てられた予算額は7億駅に上る。フィフグから拠出された補助金は加盟国政府からの最低限の負担金が拠出されていなければならず、また事業体に対する補助金は対象となる事業体自体から拠出された相応の負担額が支払われていなければならない。また、 支援額は地域ごとに異なっている。漁業は対象となる魚介類に最も直接的に影響を及ぼすものである。しかしながら漁業は鳥や海洋哺乳類、亀などの他の海洋生物も阻害している。また、海底の植物や生物にも地引き網で傷つけられている。特定種の保護、あるいはその逆にも言えることであるが、これらは その種を食べる動物に影響を及ぼすことになる。養殖においても養殖場の周辺に高レベルの汚染を物質を垂れ流し、野生種に薬病をもたらす恐れがある。海で生きる魚介類は陸地からの汚染物質の垂れ流し、船舶からの石油流出、観光、娯楽、海中での採石や石油生産といった産業活動など人間の活動からも影響を受けている。 また、アザラシやオットセイ、海鳥なども一部の地域で大量に魚を捕食している。1997年、北海沿岸諸国と EU の代表者は、海の環境が脅かされていることを認識し、共同でこれに取り組むことで合意し、環境に害が及ばないうちに汚染を防止する予防的な取り組みの実施を採択した。また市場において、 重要なものに限らず、すべての魚介資源の状況を監視するための研究も進められている。2007年から2013年の期間において、欧州漁業基金では EU の水産業に対応するべく、約38億ユーロの資金が継ぎ込まれることになっている。F が導入された際、F には漁船の近代化や特定の魚介類の乱獲抑止といった措置に資金が、 拒出されるということが盛り込まれており、特に環境保護団体などからの反対を受けるようなことはなかった。EU の漁業政策について最初に規定が作られたのは1970年のことである。漁業政策が当初設定されたとき、魚介類や水産品について共通の規定のもとでの自由貿易地域を設立することが規とされていた。 またどの加盟国の漁師もすべての水域で創業することが合意されたが、沿岸の水域においては、従来からそこで創業してきた地元の漁師のために例外とされた。共通漁業政策は、漁船や陸上の設備の近代化を支援することも目的とされていた。1976年に欧州共同体の漁業水域は、当時の国際的な変化を受けて、 海岸からの距離が12海里以内だったものが200海里以内の水域にまで拡大された。これによりさらなる管理規定を定めることが求められ、1983年に共通漁業政策が設定されることになった。共通漁業政策では、水産資源の保護、船舶と設備、市場統制、他国との取り決めの4分野について扱うものとされた。 この頃になると、船舶に対する過剰投資や乱獲、水揚げ量の減少ということが問題となった。このため政策の執行において改善が必要であると判断され、規制や個別の船舶に対する監視を強化することになった。また2002年に向けて2度目の政策見直しが計画された。漁船団の規模が削減される中で漁業が行われているにもかかわらず、 年々漁獲量が顕著に変化してきている。そのため量が認められる場所、時期についての許可制が導入された。この制度では科学調査を実施して、どの種の魚介類の量を認めるか、どの程度の漁獲量を許可するかを決めている。ありがとうございます。